目の。じゃあ久保城選手は初めての審査員、実は去年の第1回は出場選手としてこのステージに上がっています、はい、覚えてらっしゃいますでしょうか、はい、久保城選手がモノマネをしたのはどなたでしたっけ。中島選手。そうですね、中島博之選手でした。中島博之選手とすごく似てたんですが、当時審査員やってた田中康弘投手から打った後のバンザイが完全に熊城だったっていうふうに言われてましたよね。熊城選手にとってのモノマネのポイントってどういう部分ですか。そうですね、相手をバカにしつつも敬う気持ちはすごい持ってます。うわ、どっちなんでしょう、矛盾してますねバカにするのと言ったら言葉悪いですけども、まあ、ちょっとからかう感じと敬う感じの比率は何対何ぐらいですかね。もう9対1ぐらい。9対1で、からかう感じ。いや、違います、違います敬う感じが9だそうです、よかったですね、はいはい、さあよろしければ熊城正人選手、今日はまあ審査員ということなので残念ながらまあモノマネを披露する機会がないので、ここでよろしければしていただければと思うんですが、挨拶があるんですよ、これはもう審査員で選ばれた時点で一ネタ用意しておかなければという。さあ、まあ、ですから準備をしてないけど代打熊城って言われた雰囲気ですね。さあ必死に素振りをして熊城正人選手が落ち着くために鼻から息を吸って吐きますという精神統一をしているそうなんですが、さあ熊城選手今ネタを考えている感じですさあ熊城選手がバットを持つ、黄色いバットを持ちました。マイクを貸します。ネタはどのような内容でしょうか。中村さんが、簡単に三振をしてベンチに返すだそうです。では参りましょう、お願いします。大拍手。熊城選手、素晴らしい、というか皆さんも喜びすぎですみんな中村剛選手のホームラン待ってるのに熊城選手、あれは外低めのスライダーから見三振。そうですね、外低めのスライダーですね、はい、よくあるパターンではあるんですけど三振とホームラン紙一重ですから、はい、今のポイントはどこだったんでしょうか。例えばそうですね、かなり落ち込むっていうのはやっぱりポイントかなと思いますね、はい、意外と喜怒哀楽、特に愛を、そうですね、悲しい部分を表現されますよね、中村剛選手は。はい、そうですね、なんでやっぱりファンの方たちもうわ三振かと思うんですけど、はい、多分うわ悲しんでるなって多分分かると思うんで、そうですね、はい、ちょっと理由が下がるというか、これ以上なんかやき飛ばすのやめようみたいなね。そうですね、はい、雰囲気がちょっと同情の雰囲気になってしまうということで、ああ素晴らしいですね。大崎選手、それにしても埼玉西武ライオンズは、はい、モノマネタレントが多いですねなんでこんなに次から次へと仕掛けが送られてくるんでしょうか、球団から。そうですね皆さんまだまだいますから、ね、まだまだいるんですか。まだいるんですか。例えばどなたですか。あとは去年田中康弘選手もそこにお座りになってましたけど、あとはどなたですか。あとは野上投手。でも意外な選手が結構できるんです。皆さんどこでモノマネを披露されてるんですか。例えばその日試合がありますよね、ソフトバンク戦があるとします。どういうところでモノマネを。そういうところでは一切ないですよ。どこでやるさすがに。でも研究されてるというか、日頃からいかに見てるかっていう熊城さん。そうですね、まあそうです。